信長を陥れるべく暗躍していた桃地三太夫だったが、そうと気づいた半蔵らによって正体を暴かれてしまう。やがて三太夫の本拠伊賀に織田の討伐軍が襲来。伊賀の兵力差は歴然であり、戦況は絶望的に見えた。にもかかわらず、悲壮感などかけらもない三太夫の前には、誰もが予想しえない助っ人の姿があった。伊賀大乱。織田の奴らが攻め寄せてきたが、裏で引っかき回してたのが全部バレちまったようだな。敵は相当な数の兵を引き連れてやがる。本気で俺たちを潰す気なんだろう。面白え。忍びの戦ってのは収穫適せずとはならねえのさ。それに頼もしい味方もいる。あまり私に期待されても困りますが、織田の連中は久秀が爆死したものと思ってる。戦場にあんたが現れたら腰を抜かすだろうぜ。恨み晴らさでおくべきかとでも言いながら出陣した方がよろしいか。そいつは妙案だ。化けて出たとなりゃ織田の連中伊賀から逃げ出すかもしれねえぞ。さてのんびりしてるとこの城まで囲まれちまう。そろそろ追っ始めるとするか。きっちり働いてやるよ。この伊賀を攻めたことを憂いて、者ども、まずは奪われた城を奪い返すぞ。丸山城の門をこじ開けるには宝禄隊が使えそうだな。奴らを城の近くまで連れて行くぞ。織田勢は私が生きているとは思っていない。そこにつけいらない手はないでしょう。この戦の勝敗は久秀の働き次第だ。奴がやられちまわないよう注意しねえと。敵将打ち取ったり。悔しいがここまでか。これは見事なお手並み。邪魔する奴らは消しておけ。
湧いていたす。遊んでやるよ。帰り血で蒸し返るぜ。障害は覗かねえとな。力及ばすか。なんと見事な。遊んでやるよ。意地は見せたわ。もうよかろう。早すぎるか。よし、やっちまえ。次は城を奪うぞ。後ろに気をつけろ。ファイト。ネズミが紛れ込んでいやがる。敵に侵入を許すとは。だがこの城を奪われるわけにはいかぬ。血でむせ返る。障害は覗かねえとな。悔しいが、ここまでか。これは見事なお手並み。者が敗走。上出来だ。もう一つの城も奪い返すぞ。忍びたちよ、私の指示通りに動くのですよ。あの姿、もしや松永。しかし、奴は死んだはずじゃ。奴、久秀の亡霊が現れたと思って慌てふためいているようだな。あんなの、どうせ伊賀人の仕業だろ。俺が術を解いてやる。開門。天界一心の道を阻む輩を許してはならない。この一戦で伊賀人団を殲滅するのだ。さっさと城を奪い返すぞ。ファイト。尋常に勝負いたせ。遊んでやるよ。敵将を討ち取ったり。叶う相手ではなかったか。いやはや恐れ入りますな、桃地殿。叶う相手ではなかったか。急げ。なんだよお前ら、邪魔すんじゃねえ。遊んでやるよ。うっ。
しまった。出直すしかねえな。松永の亡霊に呪われるぞ。逃げろ。怯えて逃げ出したようですね。愉快愉快。水木がやられたか。この会はわしが返さねばなるまい。私の亡霊はもう十分でしょう。ファイト。開門。そら、城を奪い返すぞ。動く気配がねえ。奴を引っ張り出せりゃ首を狙えるんだが。音響を落とし、勝負を決めてやる。橿原城を狙ってきやがるか。久秀が撃たれちまう。さすがの私もこれでは分が悪い。桃地殿、加勢を頼みます。障害は覗かねえとな。聞かせていただこう。おお、感服つかまつったり。敵将討ち取ったり。耐えきれん。引かせてもらう。この気配、半蔵が近くに潜んでやがる。むせ返るぜ。障害は覗かねえとな。叶う相手ではなかったか。これは見事なお手並み。障害は覗かねえとな。聞かせていただこう。邪魔すんじゃねえよ。遊んでやるよ。敵将討ち取ったり。来るはなんだか。これは見事なお手並み。助かりました。次の策に備えて傷を癒しておかなくては。あとは信長の首を取るだけだ。者どもかかれ。私も出るとしましょう。また松永の亡霊が。いや違う、ありゃ本物だぞ。
急ぎで本当に生きておったか。愛想これ以上伊賀勢の隙にさせてはならぬ。皆俺に続け。開門。三太夫はこの手で撃つ。遊んでやるよ。せめて同門の手で行く。嫌なこった。同門の手で行くのは貴様だ。遊んでやるよ。帰り地でむせ返る。敵将討ち取ったり。力及ばすか。届かねえとな。聞かせていただこう。かなう相手ではなかったか。障害は覗かねえとな。わしの役目はここまでだ。帰り地でむせ返るぜ。この数を相手にこうも粘るとはさすがではあるが、我らも負けられぬ。桃地、世を乱す悪党になり下がった貴様を到底生かしてはおけない。覚悟しろ。おめかしてんなよ光秀さんよ。世を乱してんのは武士どもだろうが。敵将討ち取ったり。楽しめたか。これはなんだか。
兵衛が敗れたとなると戦は続けられん。全軍退却せよ。遊んでやるよ。これで織田は退けた。憎き武士がまだ一人残ってたな。桃地殿、私を討とうというやはりそなたとは相入れなかったようだな。勝利条件変更。敗北条件変更。天下無双の名は俺がいただこう。罠から私を捨て駒にする算段であったな。やはり忍びなど下劣な異物よ。異物で結構。俺らから見りゃ貴様こそ得体の知れねえあやかしに見えるぜ。に武士の道理は通らねえ。この先も永遠にな。勢い余って久秀まで討ち取っちまったが、やつにはまだ使い道があったかもしれねえな。面白い戦だったが、次に織田に攻めてこられたらもう伊賀にはいられねえだろう。そうなる前にこっちから仕掛けるか。使えそうな駒はまだいくらでもいる。忙しくなるぜ。武士の世をぶっ壊せるのはいつになるやら。まだまだ退屈しねえで済みそうだな。